はいえー、PMJ というですね、えー、シリーズのデニムがあります、これ、あのー、僕がですねあのお気に入りで、えー、着てるやつなんですけど、今ですね、えー、JAPEX さんの方で、お家で試着キャンペーンっていうのをやってまして、ですねサイズ交換何回でも送料無料っていう、ですねとんでもないことやってます。はい あの別モデルに変えたりとかできませんのでそこはご注意くださいで、えー、まあサイズ交換されたい時はあのタグとか切ったりとかね一回普通にバイクに乗って使ったりとかねあの洗濯したりとかすっげえ臭いとかそういう風になってたらそれはダメなんですけどただこう試着タグを取らずに試着していただいてですねで、えー あとはあのサイズが合わなかったらあお送り返していただくと詳細については概要欄から見ていただければあのご理解いただけると思うんですけども遠方の方でもですね、えー、試着交換できるようになサービスがあえっ、ー、とね今月まであ今月末30時までやってますあのこの PMJ というですねシリーズのデニムの特徴はですねあの非常にこう耐久性が高い とというですすねところがありますで僕いくつか PMJ シリーズ持ってましてでその中でですねあのまあ耐久性が AAAAA とですねいろんなこうランクがあるんですけどもあの当然ね AAA が一番強靭であるというですねそういう状態になってますで,、まあ、で AA がその次で A がその次という感じなんですけどもこれはですねニューライダーというモデルで A ですね。えー、あのシングル A のですね企画になるんですけども、あのそれだとお耐久性が劣るんじゃないかって思われるかもしれないんですけども、A だと軽量なんですね。非常に軽いです。で逆にトリプル A だとあのかなりその重たくなります。はい、強力なんですけど重たくなります。えー、というですねポイントがある挙げられるんですが、あのなので普通になんかこう乗る時にどのぐらいの防御力をね。 気にするかっていうのは人それぞれだと思うんですけど僕なんか普段からこうねあのこうやっていろいろやったりとか乗ったりっていうのをやってますんで実際はシングル A のものの方が動きやすいですね。 で乗ってる時間の方がはるかに長いのであれば AAA でいいと思うんですけども、あのー、使い方がねいろいろ僕分かれてますでまあオフロードとかねこけるかもしれないときは AAA の方がいいんじゃないかなと思ってますけどもこれね SARA というモデルでこれレディースモデルです、はい、レディース26ですねトアロン TTEX つまり生地がシングルの生地を使ってますので えー、大変にこう軽量です。で、あのカラーがね。ちょっと違うんですけど、僕が履いているこのニューライダーと、えー、同じシングル a のですね生地事企画になってます。サイズ感的にいいですね日本人女性にとてもそのフィットするということで人気でして。えー、これにはね。カエルでのね、えー G ロケットっていう,こうゴアテックスのブーツねこれを合わせて、えー、履くっていうのがなかなかスマートで、えー、いいなと思います、はい、あ<の>こういうですね、えー、英国車に乗る時なんかねまあスーツで乗るっていう人もいるかもしれないんですけど。 僕はこういう割と細身のデニムでこう乗ってですね、えー、まあブーツでもいいんですけどやっぱこうガエルのね、えー、このロケットが非常にこう乗り履き心地がいいのであと操作のし仕方もですね非常にこう操作しやすいのでこ,のこういうライトなスタイルカジュアルなスタイルでね乗るっていうのが非常に僕的にはあの気分が良いです。はい、であのまあサラの方は特によいしょ。 あの骨盤プロテクターサイドも入ってます、まあ、膝も当然入ってるんですけどなので、えーまあ、転んでも安心です結構ね転ぶとこの辺ぶつけますんで,でそれをやるとですね結構まあ痛いので、まあ、転ぶ前提で離すとねいろいろ怖くなっちゃうとは思うんですけれどもあのおすすめなおすすめなモデルです、ね、割とあのこういう引き先強度等、ね、の試験があ、まあ、合格して非常にこう強い デニムっていうのはいくつかあるんですけどもサイズ交換無料キャンペーンで女性サイズものが結構出ているっていうのはあんまりないのではい、ご紹介させていただいております結構ねその物によるんですけど太かったりとか細かったりっていう点で女の人のそのサイズって割とね、男性よりも難しいなっていうのはやってみて僕も分かりましたはい、なのであの試着してから買いたいってい人きっと多いと思いますんでお役立ていただければと思います かっこいいでしょ僕これニューライダーニューライダーってね割とあの PMJ の中ではあの廉価なモデルなんですけどあの高くて防御力が高いからって乗り履き心地がいいとかいうわけじゃないんですよねあの値段は、ねそのまあ、性能にも影響するんですけど A だと軽量で非常にこう強いっていうところがありますので意外とねあのチタニウムよりもデウス J とかニューライダーとかの方が割と履きますね僕はね。 はい、なのでそれと同等クラスのパンツなので、えー、まあ今回ちょっとおすすめをさせていただきました。はい、というわけで、えー、ご視聴ありがとうございました。